さんこんにちは、カズマックスです。カズマックスのおうちご飯シリーズ、今日はねビーフシチューを作っていこうと思います。もう材料はね切ってあるんで、こちらで炒めて煮込んでっていうねところからやっていきたいと思います。では早速やっていくぞ。ではまずこちら、大きめの鍋にバターを 15g 溶かして、このバターで牛肉を炒めていきます。だいたい焼き色がついてきたら、ここへ玉ねぎと人参こちらぶっ込みます。いい香り。で、玉ねぎがしんなりしてくるまで、中火でざっと炒めます。今日はシャンティーニョンまで入れました。はい、いいですね。そしたらここへ水を 300ml、 赤ワインを 100ml、 これが沸騰したらアク取りをして、で蓋をして弱火で1時間半ほどね、煮込みます。はい、だいたいね1時間半が経過いたしました。今ねしっかり煮込まれてこんな感じです。だいぶみんなね柔らかくなってますね。そしたらここへじゃがいも、デミグラスソース、そしてケチャップを加えて、はい、また弱火でね20分くらい煮込んでいきます。だいぶいい感じになってきたかな。これでねじゃがいもが柔らかくなってたらいいけど、しょっけ、おしおっけおっけ、しっかり火が入っております。こちらのお皿にね、いよいよよいしょ盛りまして、小切れにね盛り付けていきます。このシャンピニオンも地味にうまいんだよね。そしてこちらにね、茹でたブロッコリーをこうね、はい、綺麗にオシャンティーに、飾っていくわけですよ。よしよしよし、いい感じでございますね。うん、うまそう。はい、というわけでこちら、じゃじゃん、めちゃめちゃね美味しそうな、ビーフシチューになりました。早速ねいただいてみたいと思います。いや、めっちゃ食欲をそそるね、この色合い見てこれ。僕ね好き嫌いがなくて基本的に何でも好きなんですけど、特にねこのビーフシチュー大好きなんですよ。いや、長い道のりだった。はい、それではね2時間くらいかけて作ったビーフシチューいただきます。いただきます。じゃあ肉とシャンピと人参とブロッコリーを、よし、じゃあいっぺんに、よしいきます。せーの、あー、うん、うーん、ちょっと待って、うん、うん、うん、うまい、ベリーグッド、めちゃめちゃうまいです。いや、これは最高。うまっ。これ実はねクックパッドで見つけたレシピなんですよ。一度作ってみたらめちゃめちゃうまくて、これはね誰でも美味しくね、あ、うん、美味しいビーフシチューをねご家庭で作れると思ったんで、ちょっとご紹介してみました。さすがにね調理室っつってもデミグラスソースから作ってしまったら、フォンドボーとか作んなきゃいけないんで1週間とかかってしまうので、さすがにちょっとねそれじゃ無理だから、今日はねこのハインツのデミグラスソースを使った、クックパッドのレシピをご紹介いたしました。シャンピニオンだけはね自分流で入れてます。いやマジでうまいのこれ。じゃがいももね明日とかになるとさらに煮崩れてきてね、それがさらに濃度を増してね、うん、うまくなるんだよね。このシャンピニオンもね薄く切らずに半分に切ってあるから結構ね食べ応えがあって、やっぱ具材がさゴロゴロしてるとさ食べ応えがあっていいじゃん。うまい。下の概要欄にねこのレシピのリンク貼っておくんで、ぜひね皆さんこちらやってみてください。煮込むのはねそこそこ時間かかるけど、やってる工程自体はね本当に簡単なんで、ぜひね普段ルーとかをね使ってる方もちょっと一度やってみてください。いつもと一味違った、美味しいねビーフシチューが食べられると思います。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。うちご飯企画ね、簡単なものから手の込んだものまでいろいろねこれからもやっていきたいと思っておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。